いいですか？出発しますよ。なんか出てきた。見えませんよ。見えませんよ。で、
味しい。これでも美味しい。よかったです。ねんねんしてたの。眠いよな、もんな。ねんねんしてた。ねんねん。あともうちょっとだよ。もうちょっとだけな。よし、行きましょうじゃあ。行きましょう。あと30分ぐらいかな。左、ぐらい。暑いね、でもなんか暑い、うん、え、暑くない、うん、そうめっちゃ快適本当に、うん、俺だけ暑いのじゃ、うん、みちゃん暑くないか、お前は暑くないか、寝床セットする？俺なんかもう俺このまま寝れる。
俺このままこれ枕にして寝るわ。あいいねこれでいいねあこれでいいじゃん全然。いやまあこれで寝れるかと言われれば寝れないけど、くつろぐにはなんか全然これで、これなんかなかなかいいね。これマック使う？これなんか置きたいよここにね。テーブルね、テーブルあるんだけどね。で、じゃあ6時半。6時、おやすみ。おはよう。おはよう。おじゃん、おはよう。ぽちゃん、はよ。姉ちゃんどこ行ったの？姉ちゃんどこ行った？ゆうにも早くご飯食べないでさ。あ、ちょうどいいよ。そう。あ、俺はあれ。あ、おいしい。熱いよ。熱い？じゃじゃん。じゃじゃん。母さん食堂。母さん食堂。ご注意ください。何個食べれるかな。2個。とりあえず、とりあえずこれ。じゃじゃん。シャキーン。切られるよ。ちょ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 。ぽちゃん切られるよ。ぽちゃん危ないよ。いやわかるよ。ぽちゃん好きなの知ってるよ。これ好きだよね。
そう。卵落ちそうだね。ほい。ほい。よし、じゃあいただきまーす。いただきまーす。おう、うまそう。これ卵からいくべきか。そうだね。うん。あ、おいしい。うまい。なんか今回の方が上手だ。こっちはじゃあこれで OK で、ガチガチシュ、ガチガチ、ナビセットしてないけど、まあ大丈夫か。パパの頭の地図で。でも開けてっていいか。うん、落ちないでしょ。うん。見えません。目の前。目の前。目の前あたり。全然
ットできちゃった。お得なの？いや、めっちゃお得でしょ。だってあれ一束だいたい5、600円はするでしょ。さあ、だってまとめて来るってさ、やる手間もあるわけじゃん。そうだね。おお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 お多分これだよね。多分これだね、マジで。こんなに傘あんのか。すごいね、こいつ。ルーマン、あれルーマン登った？あ、ほんと。低くない？あ、やばいね。そっち側
いろいろ見てたから、ね、そっか、なんか初めて来た気がしない感じもするよね。ちょっとすごい、あれ？だからあの周辺が多分一番混むんだろうから。あ、ちょっとぬかるんでんのかな。あ、ぬれちゃう。内側はやばいんだけど。ああ。そうなんだ。ああ、でもだいぶ。だいぶ。うわー、だいぶちょっとぬかるんじゃってるな。でもこれ新しいタイヤ。雨シフトが思いのほか時間かかっちゃった ねじゃあ富士山、ま、全く見えないけど乾杯乾杯。富士山ちょっと見えてるよ、ぽっちゃん。富士山。ぽっちゃんどこ見てんの？ぽっちゃん、どこ見てんだ？ルーは寝てるし。
ラッキーだね。うん、絶対でももうこんなんすら見えないと思ってたもん、ね、うん、だって私白かと思ったもん無理でしょみたいな。ああちょっと感動。これいいね。でもここで年越しキャンプとかしたら、うん、晴れてたら最高だね、うん、寒くてもいいから。あ、まあね。でもここ雪一面ってことでしょ。あれ、ここ雪降らない。ここは雪降らないじゃん。あ、降らないの。あそこはだって上空はもう標高が高いから。肩向きと音っていう。え、なんか寝ちゃうから。いい。あ、いいや。朝使えなかったからね。あれってなったから。食欲をそそる。隙間入った隙間。投入。とりあえず。いい感じ。いい感じ。この下の下に入れたい。このしめじ。うわー、マジ。もうアヒージョもいいかな。うん、いい感じです。朝どうにか晴れててほしいな、うん、肉大丈夫？うん、大丈夫。肉は大丈夫。こっちの方が心配。いただきます。アヒージョじゃあ、うん、危ない。いただきます。いただきます。おぉ、エビ。オッケー。あ、これあっち。うん。マジか。あ、これ、ポップ。肉。うん、こ
まあ、結局これだけで満足しちゃいそうだね。やばい、もう今日起き上がった。それで行けそうだね。燃えてる？燃えてるよ。ルカルーム。でもやっぱり湿ってるからね。うん、ジューッつってるね。うん。え、そんな寒い？そんな寒い、うん、めっちゃちょうどいいけど、あ、でもちょっと暖かいね。なんか確かに、なんかこういう雰囲気が気持ちいいかも。ちょっとやばい。やるはずだったんだね。魔術師みたいな。
思議だな。秋以来か、なんだかんだ言ってな。じゃあもう半年、半年以上か。そんなに経っちゃうか。春やるはずだったのにね。酸素いって、酸素。お腹いっぱいになった？いやいいね、なんか、うん、朝から富士山が見えてラッキーだわ。うん、朝起きてびっくりした。本当。うん、でもね、そのね、富士山が綺麗だよって言われてもね、起きなかったわ。いや、もう今しかないと思って。ああ。喉乾いたね。うん、喉乾いた。コーヒー、何がホットがいい？ホット。ホット？ホットがいいの？ホットコーヒーでしょ。ホットね。朝はホットコーヒーでしょ。俺が作る。うん、そう。何と戦ってんだ？虫。虫？うん。虫と戦ってんの？うん。これ乗せたこと、ギリ、よし、いいのかな、これありかな、乗ったし大丈夫なんじゃない。でこれから途中パシャッとそれ危ないね、ちょっと ね、それちょっと要注意だよ、うん。もういいかな、もういいだろう、うん、バッチリ。あ、隠れちゃった。うわ、めっちゃこっちもガスかかってる。
け。いやでもラッキーだったねじゃあね。じゃあ眠い疲れたね。ゆい、あ、富士山見てんの。富士山見えないよ。どこ見てんのるい。うわー、なんかなくなっちゃった。真っ白。すごいね、なんかハエが、よみんなもういいかな。これどうなの。いいんじゃない。主婦目線でいくと、もういい感じ。いいんじゃない。もういいのかな。あ、銃ってならない。銃ってならない。いい感じじゃない、うん、いけそうだね。いただきます。マヨネーズ、マヨネーズあるよ。冷蔵庫、俺別にそんないらないよ。あ、そう、うん、サラダ取ってさ。ちょっと風出てきた。乾くかな。ごちそうさまでした。
まあでもこれはこれでちょっと幻想的だね。ぐるぐる回るなお前。まあまあいいのあるよ。いいのあるよ。あれ焼きそばだって。え？富士宮焼きそば。登るのこれ。え、行くのマジで。よし、ここ大丈夫かお前。頑張るなお前。おちゃん。お。何も見えない。ちょ待てよ。ちょ待てよ。わあすごい草原だ。真っ白。真っ白だね。そうだね。本当はここから富士山が見えるんだろうな、綺麗に。富士宮焼きそば食べたいね。I love 富士宮焼きそば。いいのあるね。ちょっとどうですか。ちょっと入れときますか。それね、焼きそばの具なのかな。
濃厚だね、なんかね。顔がボロボロ。顔ボロボロな気がするというか。何？顔が。顔がボロ。顔がボロい。顔。顔。顔がボロい。ボロくない。新品です。濡れてないかな、芝。でもなんか短いから大丈夫そうじゃない？もし濡れてっても。俺ね、もう走る力がない。お、ラブちゃん泳いでる。疲れたな、なんか。なんだかんだで。なんか分かんないけど、腕が筋肉痛なんだよ。私なんかしたっけ？コッと組んだからじゃん。あれだけで。それだけ。
よし、じゃあ本当に帰ろう。ヒロに着きますよ。見えない。